はい、こんにちは、安坂です。今回はジュビロ磐田戦の解説やっていきたいと思います。まず結果からなんですけれども、残念ながら1対1の引き分けとなりました。またね、引き分けと、勝ち試合を引き分けてしまったと。これね、ACL を同時に戦っている難しさだなと思っていて、今季マリノスが対戦した中でパッとね、いやこの相手強かったなって思うのって神戸とかガンバ、まあとても90分ね締まった試合、強度高くやれたと思うんだけど、この磐田だったり湘南、川崎、まあセレッソもだけど、この引き分けた試合って意外とあれフリーだなって、時間あるな、やりたいこともまあまあできるなっていう、試合、これ見てる方からすると、いやフリーじゃん、点取れよって、スペースも時間もあるじゃんっていう話なんだけど、まあ選手からしてももちろんそうなんだけど、やってる方ってどうしても気が緩んじゃうんですよね。それって ACL を大事にしていて J リーグを二の次に考えているわけではなくて、 J リーグも本気で取りに行きたいんだけど、まあどうしてもモチベーション高くテンション上げて試合に入ったものの、あれ意外とこれぐらいかっていうので、まあちょっと温度感が下がったりして、で相手も本気で勝ちに来ているから、まあこうやってね、勝ち点を取りこぼしていくと。まあ何の話なのかっていうのが、これでも分かんない人は、まあ例えばウルサン戦のセカンドレグとかを考えてもらえばいいと思うんだけど、こんなにいい入りできるのっていう、マリノスってこんなにいいサッカーするのってぐらい本当にテンション高く入って、まあ分かりやすく言うとね、後ろの選手がボール持って変わった時には3トップ全員が走り出していて、全員俺にボールくれっていう状態だし、でそこにボールが出て跳ね返された場合、そこねインサイドハーフがちゃんとセカンド拾いに行くし、ボランチもね拾いに行くし、拾ったボールその3人にまたつけて、もう1回攻撃始めてっていう、失ったら奪い返してまた攻撃してって、まあ、何が何でも 0-1 を返すぞって、決勝行くぞっていう気持ちの見えた試合だと思うんだけど、まあサッカーっていうのは基本的にはそこですよね。ボールを持ったら前に進める、失ったら奪い返す、基本的にはこれができないと、まあ相手の時間もあるし、勝ち点を落とすこともありますよね。相手だって別に負けようとしてるわけじゃないから、勝とうとしてるから。さらに思うのは、11人対11人でやるスポーツなので、目の前の相手1枚剥がすこと、そこに勝つことはあなたの仕事ですよって、まあセレッソ戦でもめっちゃ言ったんだけど、まあここサイドで 1-1 の状況であれば、サイドで 1-1 の状況であれば、ここに勝つのはあなたの仕事ですよって、ここで1枚しかいないのに背中向けてバックパスで逃げるんだったら、そりゃ勝てませんよって、ここが2枚いて仕掛けても、失うリスクがあるから違うとこ使うとか、それはいい判断ってなるけど、まあ基本的には目の前の相手1枚を倒すのはね、選手としてピッチに立っている人の仕事であって、あのパスサッカーだなんだ言うけど、パスで全部完璧に崩せるわけではないし、もちろんねそこが理想かもしんないけど、そういう崩せない相手どうするかって言ったら、やっぱりこうですよね、1対1目の前の相手と戦うっていう、そこに戦いを挑むとどうなるかっていうと、もちろん相手がこうサポート来るから、空いたスペースにランニング、味方がサポートのランニングしたらチャンスができると。まずは戦うところからですよね。戦わずして逃げた場合は、相手のカバーが来ないから、あ逃げてくれたらラッキーって言って他マークしとこうってなっちゃうから、崩せない、点取れない。セレッソ戦もだけど、もう1点取れたな、もう1点取っとけばよかったな、このね磐田戦も2点目取れていたらっていうゲームだったと思うし、前半とかまあチャンスあるように見えつつ省エネでしたよね。失ったら止まるとか、甘いなっていう風に思いました。であの得点シーンとか、まあもうそうだけど、まあロペス選手ね、ペナ内で背負った時って絶対に前向こうとするし、センターバック後ろからバチン来ててもそこと戦ってシュートまで持ち込むんですよね。やっぱそのセンターバック1枚に勝つのはロペス選手の仕事なので、まあそういうねのが全員に出てくると、まあもうちょっと勝てるかなと、こういう落とした勝ち点をちゃんと拾えるようになるかなっていう、全体的にやっぱり縦を抑えられただけですぐ横向くし後ろに下げるしっていうシーンが多すぎて、特にねウイングだったり前線の選手っていうのは目の前の選手と1対1であれば仕掛けるべきだし、それがクロスが得意な水沼選手であっても基本的には運びながらね、仕掛けながら、別に抜ききんなくてもいいけど運びながら足元に止めてパスコースってやっちゃうと相手はすごく守るの楽だから、仕掛けながら運びながらトライしていかないとやっぱきついよなっていう風に思います。
いました。特に前半とかね、あの一発で仕留めようとして後ろから長いボールっていうのが増えたと思うし、そこに狙いを持ちすぎて相手の守備っていうのは、守りやすかったし、そこを跳ね返された時のセカンドボールの回収も相手の方が早くて、前線の選手は走っている、前線は走っている、インサイドハーフがついていけてない、でここのサイドバックから長いボール入れちゃってるから、ここにスペースたくさんあって、こうやってウイングバックの選手にね運ばれてみたいなシーンがあって、もう何でもできますよっていう、最後ね相手の精度の低さみたいなのに助けられてるシーンも何回もあったんだけど、まあね、やっぱり自分たちで間延びさせてしまうっていうのはすごく良くなくて、いい攻撃ができないといい守備もできないし、いい守備ができないといい攻撃もできないので、まあ距離感はね大事に、もう長いボールっていうのは有効な時もあるんだけど、もうあからさまにね後ろが蹴るよ蹴るよで裏取られるディフェンダーなんてさすがにいないんで、もう少しね短いパスを使いながらやんないと、これからね気温も上がっていくから大変かなと思いました。まあそのね助けられた岩田の精度の部分もそうだけど、まあそういうところもあってよりギアが入りにくいっていうのはもちろんあるんだけど、まあそれでもね J リーグも落としていいっていう理由にはなんないし、ターンオーバーしてるから負けていいっていうのもそんなことはないので、まあそのウルサン戦のあの入りね、後ろが思ったら前線飛び出す、ボール失ったら回収するっていうシンプルな部分はベースとしてしっかりやんなきゃいけないし、そのベースができた上で偽サイドバックだの、ポジションチェンジだの、縦パスだの、横パスだのっていう戦術がそこで生きてくるわけであって、まあ戦えないっていうベースがない上に戦術乗っけても絶対勝てないので、まあ、もう一度ねそこはこの失った勝ち点で、見つめ直してくれたらいいかなと思いました。まあ特に相手がこういてこう運び上がっていく時に運んでって、後ろがボール持っていてもうないんですよね、相手も密集作ってて、ああどうしようって、で、まあ、いわゆる逃げの横パスとか選択肢ないがゆえの縦パスっていうのを入れてて、まあ、相手のね守備に相手の視線を変えることができないんだけど、やっぱりこの運び上がってきたっていうことは裏への精度が高くなるから、長い距離蹴るより短い距離の方が精度高くなるから、ここは前線は一回裏狙わなきゃいけないし、でこの蹴れるタイミングっていうのはすごく大事で、蹴れるタイミングでフォワードがこう顔出した場合って相手が食いつくからインサイドハーフの選手を裏抜けるとか、まあねこれサイドバックとウィンが入れ替わってこう裏抜けるとかでもいいんだけど、その受けるタイミングっていうのもこの試合は非常に悪くて、ディフェンスがただダラ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 運んでいくっていう、そのタイミング作りやすい運び方っていうのももちろんあって、トラップした瞬間に動き出すとかね、トラップの次でパスが出てくるからそのタイミングってのあるんだけど、まあダラダラ運んでってボール動かないから相手も動かないで、どんどん密集させていく、いつランニングしたらいいかとかやっぱ難しい。例えばエドゥから畑中にパスが渡りました、顔上がりました、このタイミングってすごく分かりやすいですよね。ボールが来て次のタイミングでパスを出す、足元でも裏でも、これが一番いいんだけど、じゃなくてボールを持ってよしどこ出そうかな、サイドバックかウィングかセンターフォワードかボランチかって、こうやってずっとこうやってるやつって相手からしたらめちゃめちゃ守りやすい、だってもうどこを蹴るか分かるんだもん。そうじゃなくてウィング出そうと思ってしっかり確認して、あヤンマテウス1なで受けて、ヤンマテウスに出そうとした瞬間に相手が食いついて、でインサイドハーフがいいタイミングで抜けたらやっぱこっちとか、本当にこれだけのことでちゃんと受ける前に見ておく、どこに出すか見ておく、でそのタイミングでちゃんとアクションを1人じゃなくて2人3人が起こす、これの連続、これがないと、一生懸命守ってるディフェンスっていうのは絶対崩せないし、勝ち点っていうのは取れないと思うので、まあ、ここはね絶対改善事項かなと思います。まああとは本当にキーパーがね良かったなと、川島選手もう何年10年以上ヨーロッパにやってたと思うんだけど、年齢的にはねもう40超えてる、でベテランって言われる年齢だし、なんならねチームによってはもうサポート役ですぐらいな、兄貴分ですぐらいなポジションである年齢かもしれないんだけど、こうやって J1 でバリバリ先発して活躍してっていう姿を見ていると、まあ能力の高さってすげえなって、入ったなっていうシュートはそんななかったかもしれないけど、まあロペス選手が決めたあのシュートの1本目だって止めちゃうし、まあ試合終盤オフサイドだったかもしれないけど宮市選手のシュートも止めちゃうしとかね、
本当に川島選手じゃなければもしかしたらもう1点2点入ったかもしれないけど、まあ、こうやっていいキーパーがいるときどうするかっていうと、やっぱりキャッチさせない、ボールぶち当てて弾いたところを詰めるっていう、それが今回はロペス選手が打ってロペス選手が詰めたけど、でも打った選手が詰めるより周りの選手が詰めた方がボールの触る速度っていうのは絶対上がるんで、そこもねやっぱ足りなかったかなと。一つのボールに対して見ちゃってるっていう、ロペスが打つなーで見ちゃってる、ロペスが打つからこぼれるな拾おうじゃなくて、まあそういう全体としてのルーズさっていうのがまあとても気になった試合になってしまったと思います。まあ次は浦和戦ということで、浦和もね本当にいい選手揃ってるし楽な相手ではないので、そこもね、まあ、勝って ACL ウルサン戦へ向かっていけばいいのかなと。まあどうしても選手もね ACL に気持ちが向いちゃうから、こうやって J リーグねスプリント数減るとか走れてないとかあるかもしれないんだけど、今まで多分 J ではないですよね、ACL 取って J リーグも取るっていうその2冠は。まあマリノスはそこをね挑戦できる順位にいると思うので、まあ、とにかく浦和に勝って、アジア王者の浦和に勝ってアルアインとの試合にね挑めればいいのかなと思いました。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。